そういえばソフィー、クラフタが怒ってたわよ。え、本当に？ええ、町長さんを助けてからというもの、急にズボラになって頭が痛いってね。そっか、やっぱり怒ってるよね。そんなにズボラなの？うん、友達からもずっと言われてるんだ。特に片付けが苦手で、いつもアトリエの中が散らかし放題になっちゃってたの。それでモニカっていう友達が数日に一回来て、綺麗に掃除してくれてたんだよね。驚いたわ。呆れちゃったかな。ううん、そうじゃなくてね、私も昔から友達にズボラって言われてたのよ。え、ラミゼルさんも？そうよ。ソフィーほどじゃないけれど、私もアトリエを散らかしっぱなしにしちゃっててね。10日に一度くらいだったかしら、友達が来て綺麗に片付けてくれてたの。私にそっくりだよそれ。錬金術に使う道具とか本とかって、使ったらつい片付けずにそのままにしちゃうのよね。そうそう、どうせすぐ使うからって釜のすぐそばに置きっぱにしちゃうの。それよくやる。片付けるよりそっちの方が楽なのよね。分かってくれたの、ラミゼルさんが初めてだよ。いやー、私たちすっごい気が合うわね。ずいぶんと楽しそうですね。町長さん、プラフタ、いつの間に？ああ、気にしなくていいですよ。どうぞ楽しい会話を続けてください。ズボラでごめんなさい。反省します。まったく困った人たちですね。